リンリンハローパッダレールリンリンパラレルのリントです。今日は押し入れ散歩をね、パッちゃんとハルくん、そしてうららちゃんとやっていこうかなというところです。で、ついでにね、この子たちの爪切りもしたいんですけど、爪切りは動画内でやらないかも。そこは状況を見てって感じかな。とりあえずこの子たちの補給場を作りたいので、でね、あのこの子たちをその爪切りするときに入れるポーチをね、各種みんなの分を出しました。これがね、あのパッちゃん用、これハルくん、これブララちゃん、全員用のポーチ色を変えて買ってます。一応ね、あのうららがね、私の中ではミニーちゃんみたいな気持ちでね、ケージレイアウトとかもしてるんで、そのうららちゃんはね、そんな感じのお色で、はるくんはミッキーの気持ちなのでミッキーカラーで、うららちゃん、うららじゃない、パッチはね、名前の由来があのパッチワーク、まあ、継ぎはぎっていうねところから取った名前なんですけど、あの継ぎはぎのモチーフがナイトメアビフォアクリスマスのサリーちゃんなんですよね。まあもっとことを正していくと、そのサリーってうちギョロメちゃんっているんですけど、マイク・ワゾウスキーのパートナーってサリーじゃないですか、モンスターズインクのサリーね。のサリーから連想してナイトメアのサリーにつなげて、でナイトメアのサリーから、みたいな感じの連想ゲームでついた名前なんですけど、なんであの子はねハロウィン系のそういう感じなんですよね。でただあのそういう系だから、ハロウィン系のものをね、あの子の部屋には入れてあげてるって感じです。そう、爪切りもねやっていきたいけど、ちょっと今日爪切りは動画で映さないと思う。他の子たちはね大丈夫？滑って落ちたね、あの子ね。あ、うららとすぐマウント取るね。交尾するようだったら話すよ。あなたたち近親の可能性あるからね。ただ兄弟かどうかも分かんないんだよな、この子たちな。うわー、すごい3人。ハルとね、うららちゃんはね、ちょっと捨て子の子なのでね、あれなんですけれども。喧嘩はしないね、みんなの。クン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 してるだけだね。噛みついたりはない。むしろあの一番ちっちゃいパッちゃんがさ、ちょっと大きめのハルくんをさ、マウント取ろうとしたりさ、口ん中開こうとするっていう、あいつ物持ちしねえな、マジで。すげえな。全員仲良さそう。久しぶりにね、こういう感じで会ったからね、みんな気になるんでしょ。あなたたち散歩したらマウントの取り合いだけど、ずっとまあ危なっかしい感じじゃないんで、危なっかしい感じだとすぐね話すんで、私はこれ遊ぶ？うらら好きだよね、これね。知ってんだ、うららがこれ好きなの。ただね、よく見てもうららとハルってあんま顔が似てないからな、音違うような気がするんだよな。どうなんだろう。まあ、ただ泣き系な子が生まれたりとかって考えた時に怖いよな。そう、2人ともねあれなんです、ちょっとプラケースで捨てられてまして、外に。でね、
枕ケースで捨てられてる時に2匹履いてたんです。で、片方がノーマルの子、もう片方がホワイトフェイスの子だったんですよ。っていうのもあってね。あれなんですけれども。まあそれでね、まあ、病気になっちゃったりもしたんだけど、前のお家でエンセファリトソーンっていう、まあ、ウサギが多分、ウサギを飼ってるお家だったんでしょうね。ウサギ飼ってるお家だったからか、そのエンセファリトソーンにの病気を持ってたみたいで、ウサギの、あの、なんて言うんですか、あの、うんち食べちゃったりとかしたんでしょうね。多分衛生的にもいいお家ではなかったじゃないかなという推測でしかないんですけど、でエンセファリトソーンっていうのになっちゃってね、実はうららはね、あの下半身がちょっと不随になってる時期がありまして、今は全然普通にこうやってね走れてますけど、でちょっと病院で入院したりして帰ってきたんですけど、もともとねこの子様捨てられてたっていうのもあってからか、まあ、人間不信っぽい感じだったんです。最初家に来た時からで、頑張って私毎日触って人慣れしてくれて、でようやく慣れたなっていうタイミングで病気が発覚して、下半身不随で、でそっから戻ってきたら少しだけ粗い子になっちゃって、甘噛みじゃなくてガチ噛みする子になっちゃってるから、今までね甘噛みだったんですよ。でもそれがねガチ噛みになっちゃって、ちょっとそれがねちょっとなんて感じですね。あれが甘噛みのまま住んでくれたらよかったんですけど、釣りうんこした。あのでうんちはね、ウェットティッシュ持ってきたので、ウェットティッシュ取りながら、あとその辺のね、あのこのクリスマスツリーのねこいつの破片たちも拾ってちょっと掃除していきますよ。で、あの子は下半身不随、エンセファリトソーン でこの子はね、あの視力が低下してました。で少しだけね首が斜めになり気味だったのかな。この子ねちょっとびっくりしやすい子なんでね、視力がもともとあんまり良くなかったっていうのもあってからか、ちょあんた噛んだら痛いからやめてね、噛まれそうになった時はあの皆さん指をこういう風にしとかないでください。指こうしとくと、ね、先端噛まれるからグッて握っとくと噛むところがねどこ噛もうってなる、噛まれにくくなりますよ。あの袋ももが飼ってる方向けの講座じゃないですけど、これでも噛むとき噛むけどね、でも先端が見えてる方があの細いと噛まれやすいですね。なんかこうなんだろう、個体よりも物体、なんて言ったらいいんだろうね、ちょっと伝えにくいや、ちょっと詳しくはちょっと伝えにくいや、なんか個々であるよりも一個でまとまってる方が噛まれにくいってところですね。あの子はねちょっと目が悪くなっちゃったんですけど、あのハルくんもね目が見えるようになったのか、ほらその原虫かな、エンセファリトソンはね、なんかエンセファリトソン原虫だかなんちゃからっていう原虫がいるんですけど、その原虫をね駆除する薬、まあ、抗生物質ですよねを飲むことで良くなりました。ただね、あのその時からねちょっと警戒心と好奇心強めな子なので、ね、ちょっと激しい動きをされるとビクってなるタイプの子、この子はそもそもね、いやほらね、ちょっと上から行くとビクってする、でもあ危なくないって気づいてあの止まるんだけど、一瞬ビクってしちゃうことをして、あそれ私の飲み物、それあの緑茶
私今日この中で1時間か2時間とか過ごそうと思ってる。緑茶。そしてこれは私のカルピス。カルピスピオ。お腹の調子を整える。体脂肪。内脂肪。内臓脂肪を減らす役割があるってよ。痩せれるらしいぜ。知ってたかな。そして思ったけど、このクッションはあっていいと思うんだけどさ。お前ジャンプできたのか。このクッションあっていいと思ったの。この椅子いらんかもね。まあでも椅子いっか。椅子の上にこうやって置いとけるし。あれ。ほらほら。どう。あとでかくなったねやっぱりね。この子はね割と慣れた子です。なんか病院から帰ってくる前はジコジコちゃんだったんだけど、病院から帰ってきたらねジコジコちゃんじゃなく甘えん坊ちゃんになりました。この間手の上で寝てたしね君ね。やっぱりあんた爪痛いね。あとで爪切りだわやっぱり。パッちゃんどこにいるの。はい、パッちゃん。パッちゃんはね私がね転生したと思って迎えた。ただもう何回言うねんって言われそうだからもうやめとく。あ、おしっこされた。伸びておしっこしたね。あら。あとね、この間この押し入れ散歩のことをね、押し入れ散歩というか、うちの飼育環境の紹介動画の時にね、押し入れ映したんだけどね、電子ドラムの新しい使い方を見たって言われてね、確かに電子ドラムの新しい使い方だと思う。もうこいつね、音割れじゃないや、接触不良かして、あの音ダメなんだよ、ね、やっぱ島村で買ったなんかジョグなんちゃらったかっていうやつなんだけどさ、まあ、それもあってね使い勝手良くねえなってなったから、あの押し入れにぶっ込んでダンサーとしてステッパーになってもらってます。割といいよこれ。あの持ってる人にしか勧められないけど、電子ドラムのあるお家なんてめったにないからね、ちょっとお勧めしにくいけど。あとやっぱり爪あれだね、ほら引っかかってるもんそこに。あと後で爪切りだ。ちょっと後でポーチに入ってもらって。そしてやっぱりあんた噛み癖があるね、そこガリガリしてたでしょ今。もう忙しいなこの蚊帳散歩。パッちゃんの攻め具合すごいね。お前それ行くんだお前。仲がいいことで。いやパッちゃんの耳にねちょっと申し訳ないことをしたけど、あの耳ちょっと乾燥しちゃってね、先端がポロって取れちゃったんですけど、なんか本人は全然気にしてないし、あの私のことをよく知る方はなんか丸耳になって可愛くなったんじゃないって言ってくれてて嬉しい限りですけど、まあ、やっぱりね体に何かねこう物理的に何かが起こるっていうのはすごいいいことではないのでね、ちょっと気をつけなきゃなっていう気持ちになってます。まだ幸いね耳ちゃんと残ってるし可愛らしい形だったからいいけど、うん、やっぱりね何か怪我ではないんだけどね、いや怪我っちゃ怪我か、そういうのが起きるのはよろしくないかなってところで。うらら楽しそうだ、何やってんの、どこ行くの。あら、なんか喧嘩した、どうした。あ、ちょっとなんか嫌だったんだね。大きな争いじゃないね。ちょっと何かが嫌だったけどなら仕方ない、そういうこともある。うん、楽しい。ちょっと緑茶でも飲みながら。マジでこの今日のこの動画あれだね、中身ねえな。うちのチャンネルね、そんな感じのチャンネルで、うちの子と、うちの子っていうか私の家族たちとのね、私と家族たちのあの戯れをね、まあ、ただただ楽しく流してるという動画なので、
飼育指南に関するお話もたまにしてますけども、ただ一番大事なのはどれだけ自分ちのことをみんなが見てあげれるかっていうそこなんですよね。何匹いようが何どういう状況だろうが、うちの子を大切に思えるようになれば大丈夫だと思います。こんな感じでね、うちの子大量にいるけど、あそこにサナちゃんいるし、今ケージは空きっぱだけどね、3箇所は。ちょっとね、ハロとギョロはね、この子たちとちょっと相性悪くて大きく喧嘩するので、でハロくんはね、ハルくんに噛みつこうとした瞬間を見たから、ちょっと一緒にはもうできないなって。まあ男同士って女の子を知らない状態のまま男同士だったらいいみたいだけど、女の子を知った状態で男同士を合わせると敵視しちゃうらしいんだよね。だからそこだけ気をつけなきゃならない部分で、ハロとねハルはちょっともう相性最悪です。あとギョロちゃんとハルくんもダメなのよ。なんかわかんないけど、ハルくんのことすごい嫌がる、ギョロメちゃんは。あそこはね、あの夫妻だけでって感じかな。本当はみんな仲良くなれたら仲良くしたいなと思ってたんだけど、どんなに私が研究実験重ねても無理だから、怪我しかしないなっていう、危ないなっていう要素しか見えなかったから、ちょっとどんなに私の理想系でね、みんな家族仲良くってしようと思ってもちょっと無理だね。そう、やっぱり異種族だったとしてもね、仲良くできる相性と仲良くできない相性っていうのはあるし、なんでかこことここは仲良くなってんだよなみたいなのもあるし、それはもうほんと日々うちの子たちの様子を見てって感じですね。敵視するやつと敵視しないやつともいるからね、本当に。ここはね、そもそも敵視しないんで、みんなが。ハルとうらら、やっぱり似てないな。兄弟じゃないのかな。兄弟じゃないならそこで一緒にね、子供を設けたってなっても、まあまあまあ、100歩譲って OK かなと思うけど。まあでも子供増やしすぎもね、問題ではあるからね。はっちゃんの子供を見てみたいけど、はっちゃんは、私はギョロメちゃんたちの子供が生まれた時にしたいなと思ってて、理由が絶対生まれるのがね、ノーマルの粒子なんですよ。ギョロちゃんが変にヘテロ持ってなきゃの話なんだけど、ヘテロないって話で聞いてるけど、ヘテロでもしかしたらプラチナを持ってるみたいな話もちらっと聞いてありましたけど、でもそれも分かんないんだよね、どこまでヘテロが本当かとかね。で、まあ基本多分ノーマルの粒子が生まれるのね。で、ノーマルの粒子とこの子をかけると、多分プラチナと粒子で、この子クリミノを持ってるっていう噂だから、もしかしたらクリミノの子が生まれるかもしれない。クリミノ粒子っていう形で。で、覚醒遺伝のことも考えると、クリミノと粒子だとルビーレイカが生まれるかも、みたいな話もいろいろね、こう、考察してるんですけど、どこまでが本当かはね、ちょっとわかんないので。そこはちょっと実際に、あとはまあギョロちゃんの子供たちが生まれてくれることをちょっと祈りつつってところですかね。いや、ウララとパッチが仲いいからな、ウララとパッチは一緒のケージでもいいのかなとか思いますね。この子たちはお母さんにしようと私も思ってないし、そして基本的にはね、万が一お母さんになってもいいのかななんて思ったらそうするかもしれないけど、その辺もちょっと分かんないからね。あんたすごいね、来る、あ、来ない、あ、ちなみにね、あんまり慣れてないことだと、この状態だと親指噛まれます。来ないね、これ、はい、普通にすくい上げる、多分飛びたいんだよね、飛びたくて仕方ないね。遊びな、音にびっくりしてるね、あいつね。そう、あいつもともとね、目がちょっと悪かったのもあって、耳が敏感になってるんだよね。耳とね、嗅覚がすごい敏感になってて、
からね、その行くってなりやすいけど、そんなに一瞬ビクってなる程度で、ほら落ち着いてるでしょ。はい、うん、楽しそう。まあ楽しそうに遊んでてください。よし、今日はこの辺で動画を終わらせて、ちょっとはるくんの爪切りとかこの後しようかな。ちょっと動画撮りながら片手で爪切りはできないからね。はい、っていうところでございます。はい、もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いいたします。そしてまた次回の動画とか過去の動画もたくさん上がっておりますので、そちらの方を見てくださるとありがたく思います。はい、ということで本日は以上となります。また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リントとハル、ウララ、そしてパッチャンでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。